スタートアップね。スタートアップです。今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、今年一発目のスタートアップなんです、うん、はいはい。今回あのお二人にはイノベ女子に会ってもらいます。イノベ女子。またわけわかんねえこと言って。横文字多いんすよ。簡単に言うとビジネスアイデアを元に新しい事業を始めて頑張ってらっしゃる女子のことをイノベ女子っていうらしいです。うん、ほうほうほう。クレバさんわかります？クレバはクレバだからわかるぜ。ドクターK。クレバです。今回イノベ女子なんですけど。イノベ女子。いや、イノベ女子。いや、イノベ女子、イノベーション。求める、求めるのは何か。ユーザー、そして俺たちが何を送るか、需要と供給、そのバランス、それを感じ取るドクター K。番組終わるって。知らねえ、なんでクレバとか言うんですか。できるわけねえよ。クレバのモノマネ。ちょっとイノベ女子、ちょっとまだピンとこないな。うんうん、イノベ女子、お二人に会いに行って。はい、あ、二人に、はいはい。はい、まずあのビューティーテック。ビューティーテック。ビューティーテック。はいはい。きっとマナムさん興味があると思いますね。美容？美容か。ちょっと宮古島の日差しで今肌荒れてるんです。ガンガンだった。ガンガンだったんで、はい。あ、ちょっと気になります。それは美容は興味あるんで、はい。じゃあ早速行ってみましょうか。行きましょう。お願いします。お願いします。始まりました。スタートアップ。今回2人にはイノベ女子に会ってもらいます。イノベ女子。ほうほうほう。こんにちは。こんにちは。どうも、はじめまして。カミナリと言います。おはようございます。カミナリです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。肌ボンという6秒以内でどこでもいつでも測定ができるアプリを運営しています。お、分析中。あ、出ました。お、早いっすね。はい。ほう。ビーケンさんはどういった会社になるんですか？リアルとオンラインで300種類以上あるんですけども、はいはい、子供の未来の可能性を広げることをコンセプトにしてまして、はい、親子で参加できるような体験型のイベントとか、はい、オンラインスクールを開催しています、はい、ペンを使えよ先生だぞ